ちょっと皆さんにね発表があるんですけども、はい、私原宿2期連続でマンション管理組合理事長に就任いたしました。うるさい、拍手うるさい。いやーありがとうございます。皆さんの5000円のおかげで。誰も当選したわけじゃないんで別に。管理組合ね一票も入れてないんですよ。理事長2期連続ですよ。2期連続これちょっとね仕組みを知らない人は全く分かんない話だと思うんですけど、マンションってその管理組合っていうのがあるのと、うん、あと管理会社っていうのがあるでしょ、うん、あるね。マンションを管理してる会社と、それプラス、はいはい、そのなんかいろいろ決め事があるんですよね。マンションの中の決め事を、まあ、決める委員会みたいな、はいはいはい、それがマンション管理組合っていう、これはまあ自分たち住人で作る組織、はい、でこの理事長を僕1年間ぐらいやってて、ね、やってましたね。そうでマンション総会もね乗り切ったんですよ。僕が司会になって、この話はしてなかったけど、カルチャカルチャかなんかで。いやカルカルではやらないです。普通にね大ホールみたいなの借りて、マンション総会ってもう1年間の管理組合の運営とかで、まあ、修繕工事こうしましょうとか予算こうしましょうみたいなのを僕が全部もう言って、なるほどね、で、まあ、全部承認してもらってみたいな感じで、はいはいはい、で1年間やって、うんうん、で普通これあの管理組合っていうのは住民がこう順番庫に回ってくるものなんですよ。そうだよね、うんうん、もう全員絶対みたいな、そう全員絶対回ってくるみたいな感じ で、ね、うん、で1年間任期が、うん、大体そう1年間やれば、うん、まあ、お役御免というか、そう1年間やったじゃないか。ああ1年間やったんで、何をもう1年やろうとして、もうさようならでよかったんですよ、うんうん、はいはい、これなぜなんでなぜこれ僕が2期連続やってるのかっていう、ここがね利権を見つけたもん。利権見つけてたらやばいです。いやな、よくそういうやついるよね。マンションの管理費をさ、そうそう積み立ててたやつを全部持ってっちゃって、そうそうそうギャンブルかなんか使っちゃって。そうそうそう、実際できるんですよこれ普通に。できるんだ、なんか組合のなんかね手続きするハンコみたいなの渡されるんで、あの出勤しようと思えば行けるんですよ。やばいやばい、まあ、バレるけど当然当然当たり前のようにバレるんですけど、まあ、なんかそれをうまくやってこうなんかね、うんうん、使っちゃうやつとか、うん、あとなんかその工事会社と手を組んでそのマンションの工事引っ張ってきて、はい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 、これやりましょうって言ってキックバックもある。キックバックその、ね、工事代金に含まれてるお金を自分の懐に入れるってこのね、うん、悪いやつがいるんですよ世の中に。危ないね、うん、それで、はい、でもうちの組合はそういうのは本当気をつけてるんです、気をつけてる、透明化されてるんでも出てないんですけど、はい、それ俺がやってたらマジでやばいから、それこんなラジオで喋ってたらウケる、めちゃめちゃウケるだろうっつってめちゃくちゃなんで、それが絶対ないんですけど、はいはいはい、でこれなんでそんなね面倒くさい、うん、土日やるんですよ会議とか。知ってますよ大体ね、うん、会議土日でなんかさそのエントランスとかに集まって、うん、おっさんだけですよ大体、うんうん、おっさんだけで、そうでしょう、どうしましょうかみたいなことあって、ね、誰も面白いこと言わないやつね。こういうやっぱちょっと規則に反することやる人がいるんですけど、うんうんうん、どうやって言いましょうかねみたいな、そういうちょっともう細かい本当生活上のさ決め事とか決めたりとかめんどくさいんで、はいはい、もう大体の人はやりたくないと、うん、やりたくない、そんなんで土曜日潰せないし、うん、まあ、1年やったらもうそれで義務果たしたってことでもいいでしょ、うん、みたいなことなんですけど、うんうん、僕は2年分かった。だからなんで2年やったか教えてくれよ。これがなんと、うん、立候補で、え、自らすごくない、買って出たんですよ。完全にキックバックもらってるこれはそんな人いないもん。キックバックもらってるやつに見えるねこれ。不思議とあいつなんで立候補したんだよ不思議と見えるもうだって絶対やりたくないもん。あ、まあ、これ理由があって、うん、でも僕のこの木でマンションは必ずこれやるんですけど、大規模修繕工事っていう。ああはいはいはい、もう大なんかさみんなも見たことあると思うんだけど、うん、マンションの外壁になんかさ足場みたいなの組まれて、うん、全部このシートで覆われてるマンションとか時々あるじゃん、はいはい、あるねある、あれ大規模修繕工事って言うんですよ。
そうだ、あれさなぎの状態かも、うん、さなぎの状態、マンションのさなぎの状態だ、ね、あれはそのマンションの老朽化を防ぐためにそのなんかね付け替えたりとか、うん、あの修理したりっていうことを、まあ、どのマンションも大体10年から20年で1回みたいな感じで絶対やるんです、ね、うん、これは必ずやんなきゃいけないってことになってるんですけど、うん、でそれを僕が理事長やった期に、うん、まあ、それ決めたんですね、あ、なるほど、工事やりましょうみたいなことを決めて、うん、でそれで僕の期は終わりだったんですけど、はい、なんかでも考えてみると、うん、そのまあ僕がいろいろその内側でね決めたことをこう次の人にこうパンって渡す、うん、そうだね、渡したらその人は、うんうん、俺何も知らないよっていう、まあまあそりゃそうだね、俺じゃないよっていう頼んだの俺じゃないし、あ、なるほど、 なんでこうなったのかよく分かりませんみたいな、そう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 、なんか押し付けられた、ね、状態になるでしょ、はいはい、なんかそれがちょっと俺よくないなと思ったんですよね、おお、なるほど、まあ、その人に罪はないし、そりゃそうだ、うん、でまあ、そういうのもまあ普通はくじで決まって、うん、もうしょうがなくやるもんなんですよ、うん、でもなんかそのやることになった人に全部こう丸投げしちゃうと、うん、分かんないし、そうだね、なんかそれでなんか、いや俺が決めたんじゃないんで知りませんみたいな感じでさ、うん、むかついちゃうしストレスもたまるんじゃないかなと思って、なるほど、それ でそれをやってくと、あの組織として結構良くないなと思ったんですよねこの、おお、なるほど、立派じゃん、管理組合の運営上なんかあんまりこう、うん、みんなが損するんじゃないかなみたいな、はいはい、なるほど、うん、あ、いやいややってるとねいやいや、まあ、いやいや、その次の人がいやいややるって決まったわけじゃないから確かに、ね、それもそれで失礼な話ですけど、まあね、まあ、なんかそのフラストレーションは結構たまるだろうなと、自分が決めたことじゃないのになんでこんなこと言われるのみたいなことは割と起こり得るんじゃないかと思って、うん、じゃあそういうぐらいなら、うん、足が最後まで責任持ってやりましょうかと、うんうん、これの2期連続なんですね、なるほど、偉いじゃん、組織としてのこの連続性をちゃんと重視して、うん、まあ、自らの身を切ってそこに尽くそうと、うんうん、なるほど、偉い、決めたわけなんですよ、偉い、いやー偉いねと思って、偉い偉いけど、うん、もういいから聞いてる人たちはもう何よこの偉さをみんなに感じてほしい、何を2年やったことをさ、うん、こんな長々と話してんの、こうでなきゃいけない人間っていうのは、いや偉いよ偉いよ、うん、でも勝手にやってくれと思ったいやここぐらい言わせてよなんでだよ、ここぐらい言わせてよ、こんなさ子供もいるのに土曜日潰してよ、そうだよ、またやろうとしてるんですか、そうだけど、もう中学生とかね、うん、まあ、もう本当にね、うん、もう嫌だな、大人って嫌だなっていうのに、うん、ことのなんか代表みたいな感じだから、ね、あーでもね、わかる、もう大体みんなそういうの嫌がるじゃないですか、生徒会とかもさ、嫌だったろうし、なんかの委員会とかでさ、うん、前に立って喋るとかもさ、嫌だよ、みんな嫌だと思うんですけど、うん、やっぱりこう嫌だ嫌だって言ってる人ばっかりだとさ、うん、前に進まないわけですよそうです、そうです、うんうん、じゃあもういいやと、うん、もう嫌でもいいやと思って分かったよ、やる僕みたいな人間、はいはいはい、この人たちがいるから世の中の仕組みっていうのは守られ前に進んでいくんだっていうのを、蛍光灯ね、蛍光灯切れたのを変える人のやつでしょ、ね、少しでも感じて、うんうんうん、だからなんかその文句を言う時とかもね、うん、考えてほしいんですよ、やっぱり、あ、なるほど、うん、こんなマンション、不平不満とかまあいろいろあるだろうけど、なるほどね、なんかね、完璧なものって存在しないのこの世の中でなんか俺の好きな言葉で、はい、世の中の決め事っていうのは51対49だっていう言葉があるんですよ、何それ、大体の物事っていうのは、うん、100賛成で進むものなんてないと、あ、なるほど、多数決でね、多数決で100ゼロで世の中進むようなもんじゃないんだ、うんうんうん、で51対49でなんとか決まって、ね、で不満もあるけど心配もあるけど、うんうん、51の方でやりましょうと、うん、で49の人はそれは不満も感じるだろうけど、うんうん、49の人の不満も分かった上で我々51の方が責任持ってやりますからっていうので、あ、もうなんとかかんとか少しずつ進むっていうのが世の中なんですよ、やっぱり。でこの51の責任をやっぱりこうね、はい、取るっていうこの気持ちの人がいないと、うん、ダメなんですよ、やっぱり。はい、わかりました
終わんないよ。なんでだよ。こう難しいんだよ、もうマンション二次会の話はさ。誰も求めてない。マンション二次会の話って需要ないよ。需要ないよ。誰がマンション二次会の話聞きたいよ。確かに前回もなんか、ラジオのタイトルにさ、マンション理事長になるみたいなのつけて、誰が聞くんだろうって思ったもんね、これ。そりゃそう、そりゃそう。タイトルにつけちゃダメだよ。ダメダメだ。今今回も書かないと。詐欺になるけど、今は、ね、マンション理事会の話してるけどね。ああね。というわけで、もう1年。おお、まあ偉いね、本当に。それは。これはなかなかね、見上げたもんだよ、本当に。ああ、工事、あ、やばいよ。うん、工事、うちもやったけどね、10年。もう、ね、ハプニングの連続ですよ。そうでしょ、うん、工事ってそうなんですよ。そうそうそう。やばい。だからなんかあるなぁとは思ってるんですよね。うん、怒られますよ。まあでもそれもね、経験の一つなんで。いや、偉いね。うん、でも絶対嫌だけどな、俺は。まあ皆さんもほんとね、うん、あの、マンション理事をやる機会があったらぜひ、なかなかないんで。やってみてください。まあまあまあ、それで僕とマンション理事あるあるみたいなことを、ね。やめてくれ。喋りましょう。一番嫌なの。そういうイベントやろうかな。マンション理事たちが集まって、ね、だるいよね、みたいな。絶対行かねえよ、そんなの。マンション理事たちの苦痛を分かち合うイベントやろうかな。いや、それはまあ、少なからず共感する人はいいのかもしれないけど ね。というわけで、今週も行きましょう、うん、行きましょう、ありっちゃありスパーク。皆さんお気づきかもしれないですけど、ちょっと前からありっちゃありスパークのイラストが変わりまして、これお寿司先生がね、新作を上げてくれたんですよ。新作というかね、書き下ろし、セグウェイにね乗った過去のやつからこっちにイラストになりまして、うん、そう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 。いやー、なんかいい、カラフルでなんかいいですね。景気が良くて、景気が良くていいでしょ、うん、スパークしてるし。そうなんですよ、うん、これはなかなかよく描けたと思ってますけど、ただ何の絵なんだろうっていうのはちょっとね気になるんで、はいはい、この絵に隠された意味みたいなのがあるのかなとは思ってるんですけど。なるほど、うん、それを聞いてくれますか。ユニコーンとかさ、ユニコーンね、なんでユニコーン、ユニコーンの話なんて俺たち一言もしてない。そうです、うん、そうなんです。なんでユニコーンなんですか、これは。これね、左側にね、うん、絵の左側にユニコーンがいるんですけど、なんとなくです。あ、もうそこは理由はないと。ないです。まあ理由があるとすれば、うん、このサイドね、うん、なんかやっぱ描かないと、うん、ちょっと寂しいなと思って。人だけだとちょっとスカスカになるかなっていう感じで、何描こうかなと思って、うん、ちょっと馬が描きたい気持ちになったんです、うん、馬が、はい、で馬描いたんだけど、うん、やっぱ馬だけでちょっとなんか確かに馬があるとちょっとね、なんかちょっとね、なんだってことになります。そうそう、なんでユニコーンの方がこう景気がいいかなというか。ああ、もうユニコーンしちゃったんだ。じゃあ、そう、一角獣にね、一角獣、はいはいはい。でこの右のそのなんかロボタロボタ、よく分かったね、ロボタっぽい感じ、ロボタっぽい感じ。これはね、うん、本当に意味わかんないですね。ドーム、そうそう、ドーム型に、ここ普通脳みそがさ入ってるとかじゃないですか。そうそうそう、うん、そうそうだ、多分俺の多分ね考えたら、はい、プロセスは、はい、まずこっちに RCD2 みたいな、あ、 R2D2、はいはい、みたいなやつを書こうと思ったの。おうおうおう、で書いてたんだけど、うん、まあ、ちょうど頭のところとか そこのところは、うん、なんか面白い感じにしようかなと、うん、な中になんか書こうかなと思ったんだけ ど、ここに脳みそっていう発想は多分思いついたんだよ、うん、まあね、よくある、ね、よくあるし、うん、ただこのバーグのなんか絵に結構脳みそが出てくる。確かにマークがね、脳みそなんだから、かぶっちゃうなと思って、うん、やめて、多分その脳みその頭がちょっと残ったままだったから、はい、うん、脳みそっぽいクラゲが出てきたと思う。あ、クラゲか。これクラゲなんですけど、はいはい、なんで、なんかここに水が入っててクラゲが泳いでたら面白いなと思って、うんうん、クラゲを泳がせたんです。クラゲを飼ってるロボットみたいな感じ。そう、これ名前はあるの？え、あります。あ、このロボットの名前、はい、はい、クラコンです。すまんねクラゲを飼ってるクラコン。クラコンか、まあ、まあ、分かりやすいか。クラゲコンピューター、クラゲコンピューター。
分かりやすいか分かりやすいですね。グラコン全貌がね、まだ、あ、確かに3分の1ぐらいしか見えてないんで。本当だよね。グラコンの全貌はもう下半身がだからさ、足なのかそうそうローラーなのかってまだ分かんないでしょ。分かんないです。だからこれは皆さんの想像にお任せします。クラコンがまだねどっかで出るかもしれないね。そうですね。クラコンクラコンとユニコーンがいて、あ、そうそう、コンつながりだよね。だからなんかこう未来都市みたいな感じのイメージなんですか。まあ、前回のアリスパも、うん、あのセグウェイに乗って、あ、そう、ね、背景は未来都市みたいな感じだった。ああ、そっか。未来を意識したなんか感じだったんだけど、うんうん、こっちもやっぱりこの未来を意識した感じ。いや、してません。あ、してないんだ。うん、これはあのね、はあ、背景に関しては、はいはいはい、まあ、これね YouTube のコメント欄に、はあ、この、 あの恐ろしいほど鋭い指摘が、鋭い指摘ありまして、はい、なんかあのジャミロクワイの、ああ、あった、バーチャルインサニティ、バーチャルインサニティ、 あれに似てめっちゃ動く部屋ですね。そうそう、あれ、確かに背景似てます。似てるわ、あの床が動く部屋でしょ。そうそうそう、あ、似てるソファーもあるし。そう、ソファー似てるから、うん、もしかしたらそれかなみたいな言ってる人がいて。いや、まさかでもそれをさ、うん、今時バーチャルインサニティをそのままアイディアを拝借するなんてことね、うんうん、そんなないですから。そう。ただ俺は、うん、その通りなの。おい何全くもって、インサニティからそれバレてるのは恥ずかしいだろ。いや、恥ずかしくないよ。なんなら、あ、よくわかったな。俺の画力は正しかったと思ったぐらい。うん、これジャミロクワイなの？これ。これジャミロクワイのあの部屋です。あ、そう。部屋ですって言っちゃっていいの？いや、部屋をまあ一応、まあモチーフ。モチーフにして描いたというか。なるほどね。あ、そうだったんだ。なんならね、この絵を描く最初のスタート地点が、うん、あのバーチャルインサニティの部屋に二人がいるっていうような絵を描こうと思った、うん。ああ、そうだったんだ。そう。まああの、あの部屋って俺の中で一番かっこいい部屋なんですよ。そうなん、そう。更新されてないな。あれ以来更新されてない。かっこよさが。だから、もうやっぱかっこいい絵描こうと思ったら、ね、インサニティだなと思って。ジャミロクワイ。バーチャルインサニティってその、うん、言葉の意味知ってます？あ、なんだっけ、なんでしたっけあれ、言葉の。あれ、仮説狂気っていう、仮想狂気っていう。仮想狂気、うん。すげえかっこいい。かっこいいでしょ。うん、まさにぴったりだな。俺たちが俺たちに。俺たち仮想狂気の人間だったの。そう。ちょっとさ、ここまで狂ってもらってもなんかさ、仮想狂気ってやっぱちょっと背負いたいなと思って。うん、あ、そう。じゃあバーチャルインサニティなんですね、この部屋も。そうなんです。あ、なんで本当大正解です、本当に。そのままだったわけですね。そのままですね。いやでもいいんじゃないですかね。このスパークしてる感じも。うんうん、なんでね、もうしばらくはこのイラストを使っていきたいなと思ってるんでね。はいはい。うん、これが変わるときは多分タイトルが変わってるときだね、今度は。ああ、そうかもしれない、ね。たぶん100回ぐらい行ったときにまた、ありっちゃり、やわ、ありっちゃり、スパークの次が多分ね。そっか。やってれば変わってると思うんで。そうだね。うん、そこを目指してね、ちょっとコツコツやっていきたいですね。うん。その時はクラコンが出るのかどうか。これを楽しみということ。クラコンはいいけどね、別に出なくても。アリスパ。あの事件。来ましたね。あの事件とは、うん、まあ皆さんなんか地元に帰った時とかに同級生といろいろお話しすると思うんですけど、うんうん、会うたびにあの事件の話しちゃうねみたいな、同じ話をねしちゃうと、何回もこの話しちゃう、またこの話で笑っちゃったよみたいな話があるのよ。もう誰かに、あの誰でも一つはあるんじゃないかってことで、うん、その事件を集めているコーナーでございます。今日もいろんな事件が来ておりますので読んでいきたいと思います。はい、お願いします。お名前、イバさん。イバさん、ありがとうございます、うん。原宿さん、室木さん、こんにちは。こんにちは。初めてお便りを書かせていただきます。ありがとうございます、あの事件のコーナーにお送りします。高校生の時部活動で起きた坂本龍馬事件です。お、私は地元ではそこそこ力のある吹奏楽部にいたのですが、顧問の先生がとても怖い人でした。その日は大きな演奏会に向けて練習中で、他の部活動が終わった後に体育館を借りて本番を真似たリハーサルをしていました。リハーサルというのは体育館の広いスペースを使って実際に立つステージの大きさ通りにテープを引き、
演奏者が舞台に上がるところから先生が指揮を下ろすところまで実際に本番通りにやってみるというものです。タイマーをセットしてリハーサルをスタートしたとき、打楽器チームが舞台へ楽器を運ぶのですが、私の同期がテープの外から楽器を運んでしまいました。それに気づいた顧問は、お前そこ通ったら楽器ごと落ちるよと、リハーサルの意味を考えろと注意しました。ただでさえ夜間の練習でピリついた空気なので、そこはすみませんと一言謝ればよかったのですが、同期なりに考えがあったらしく、でもここがと言い訳をしてしまいました。ああ、まずい、やばいよ。案の定顧問の先生は切れ始めてしまい、散々まくし立てた後、最後にそんなに言いたいことあるなら1時間でも2時間でも話し合おうぜよとはっきり出ようと怒鳴りました。龍馬出てきた、うん、そこにいた全部員が出よと思いました。そうだろうね。しかもその時ちょうど練習していた曲が龍馬伝だったのです。おー、あの福山雅治がやってた大河ドラマのテーマ曲だったんですね。とても笑える雰囲気じゃなかったことと、いろんな偶然が重なり余計に面白さが増してしまった気がします。これは私たちの憶測なのですが、おそらく先生は話し合おうぜと話し合おうよが混ざってしまったのだと思っています。10年経ってもあの時の仲間で集まると、このゼオの話を思い出します。なるほど、いいですね。 ありそう。いや、龍馬が乗り移ったみたいに着せずしてなっちゃった先生っていう。先生も気づいたでしょうね。ゼヨって言ったと。あ、俺ゼヨって言っちゃったみたいな。言ったけど、あ、ゼヨって言っちゃったって言ったらさ、もうその感じがもうさ、そうよ、そう。ダメになっちゃう。その怒ってる感じ、うん、いや、もう先生も結構必死でこう、こらえたでしょうね。ゼヨと言った自分のこと。ゼヨと言った自分、どんな気持ちなの？これ、多分先生も覚えてるよね。覚えてるかな？先生は覚えてない？いや、先生は話し合おうよって言ったと思ってる。いや、ゼヨって言ったなと思ったけど、もういいやと思ったじゃん。今なら聞けるんじゃないかな、10年経ってたらさ。先生に、うん、先生あの時ゼヨって言ったの覚えてますか？覚えてませんよ。いや、先生の中でも、もし覚えてたとしたら、やっぱバレてないかなっていうさ、ことは思ってる。ああ、そっかそっか。誰もそれ指摘しなかったでしょ、その時に。ってことは、あれ？いけた？なるほど。俺ゼヨって言ったけど、これいけたかみたいな。行った気がしたけど、行ってないかって。聞こえてなかったかな、みたいな。話し合おうぜって聞こえてたかな、みたいな。あ、じゃあよかった、みたいな感じでいると思うんですけど、まさかこれ10年間笑われてたって思ったら。確かに。未だに言われてんだもんね。あーです、やっぱ俺ゼヨって言ってた。確かにな。ちょっと教えてあげた方がいいかもしれないね。やっぱ言ってたよねっていう。先生ともちょっとこれ話してみてほしいな。確かにね、龍馬伝の曲やってる時にやっちゃうっていうのはね、やっぱ致命的ですよね。致命的にやっぱり、あ、こいつ龍馬意識してるみたいな感じにはなりますね。龍馬をしたって、だってもう指揮でしょ、多分。そう、吹奏楽の先生だったらね。そうだね、指揮者だもんね。指揮でもう龍馬になってるなんてもう、ね、一番やばいやつだもん、これね。これちょっと先生覚えてるかどうか知りたいな。はい、じゃあ次の事件いきます。続いては塩ビ坂さん。あ、塩ビ坂さん、はい、はい、あの事件投稿させていただきます。事件名は YouTube ラジコン動画事件です。私が小学6年生くらいの時、父はラジコン飛行機にはまっていました。朝5時に起きては河川敷でラジコンヘリを飛ばしに行き、仕事から帰ってからはラジコンの動画を YouTube で見ていました。ある日、父が私を呼び、ラジコンの動画見るかと言ってきました。父のパソコンの画面には英語のタイトルと飛んでいるラジコンの旅客機のサムネイルがありました。当時の YouTube は今みたいに綺麗に編集された動画などなく、海外の方が家庭用のビデオカメラで撮ったものをそのままアップロードしたような動画が大半だったので、英語が読めなかった私にはなんか怖いサイトだなという認識がありました。ほうほう。
でも父が見ようと言ってくれた動画だったらなんだか大丈夫な気がして、うん、父の横についてラジコンの動画を見ることにしました、うん、怖いな。動画はサムネイルの通り空を飛んでいるラジコン旅客機のシーンから始まりました。父はこんなんええなぁ、いくらするんやろとつぶやいてました。ラジコンはどんどん降下を始めました、うんうん、滑走路みたいな一直線のアスファルトが画面端に見えたので、あ、これから着陸するんだなと思いました、うんうん、父はラジコンの操縦で一番着陸が苦手だったので着陸までの動きを食い入るように見ていました。はい、ラジコンは滑走路スレスレになっても着陸装置の車輪を出しません、うん、私はラジコンって本物と違って車輪などなくても着陸できるんだなと思いながら見ていました、うん、結局車輪が出ないままラジコン旅客機が胴体着陸をして大破しました。え、うん、爆発炎上する機体、ラジコンだと思っていた旅客機は、うん、なんと本物の旅客機の映像だったのです。最後画面の端から消防車らしき車がどんどん集まってくるところで動画は終わりました、うん、めっちゃ最悪じゃん。父は本物やんとつぶやいてブラウザを閉じました。以降父はいつの間にかラジコンに飽き、ラジコンのこともあの事件のことも話題に出したことはありません。お、後味の悪い話ですみません。いやいや、引くけど、すごいね、すごいね、なんか怖いね、怖い。本物や、本物と知らずにラジコンだと思って見てたら本当の飛行機事故の映像だったって、ちょっと怖いね。怖いね、怖い話だね、ちょっとね、うん、お父さんもうわ本物見せちゃったって思っただろう、うん、いやー、なんかちょっとゾッとするな。怖っ、こういうこともあるだろうな。でもな、分かんないもんなのか、分かんないもんなのかね。なんか多分、うん、英語の調べ方が多分良くなかったんだろうね、きっと。多分ね、うん、で、なんかまあ写真的に見たらラジコンに見えるのかね、うん、まあ、ラジコンと変わんないからね。ああ、ラジコンだなと思って見ちゃったんだろう。でもその当時にその映像ってさ、うん、多分ちゃんとした8ミリカメラかなんかでさ撮ってるってことでしょ、うん、あ、もっとちゃんとしたやつか、はい、デジタルカメラ、ラジコンの機体についたカメラでこうやってんだろうなって見てたんだろうね、なんか主観のカメラ、うんうん、それにしてはちょっと映像が綺麗すぎるんじゃないかとかありそうだけどね、うん、ああ、いや、もう思い込んじゃってるから、うん、ラジコンの着陸動画だって思い込んでみると、うんうん、最後とんでもないことが起こってる。ちょっともうリテラシーがな、うん、だから まだ見てない YouTube を娘と一緒に見ようとするんじゃないっつうのもあるよね、うん、一回やっぱ大人がチェックして、びっくり動画とかの可能性もあるからね。あるよね、だって海外なんでまだ分かんないからね、キャーみたいなやつ、そう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 、昔あるあった、最悪のやつ、最悪のやつ。あんなのさ、子供は本当怖いからね、ああいうの、うん、子供心で見たらもうマジでトラウマれる、うん、そうだよね、本当に腰抜かすほどびっくりする。そんな悪意が存在するなんて思ってないんだから、子供は、ね、世の中にこちらを騙してくる人がいるなんて夢にも思わない。そうだ、なんてかわいそうなんだ。みんないい人だらけで、うんうん、ある年齢まで育つわけだ。そうだそうだ、みんなこっちのこと中心で考えてくれてさ、うん、まさか攻撃をしてくるやつがいるなんてって、もうめちゃめちゃショックだから。そうだね、うん、だよな。だからやっぱこういうのってやっぱね、うん、いい人なんですよね、こういうそのネットの悪意とかにさらされちゃってもう食らっちゃう人って、うんうんうん、すごくやっぱりいい家庭で育ったりさ、大切に育てられた人なんですよ、やっぱり、うん、そうだね、うん、確かに。それがその弱さにつながってしまうっていうのは、じゃあどうしたらいいのみたいな。見た方がいいってことなのかな、ことなんですよね。悪を知らないとダメなんですよね、やっぱりある程度は。それはそうかもしれない。本当に世の中には、うん、あの画像をずっと見てたらびっくり自負ぶち込んでくるやつとか、何の得にもならない悪意をやるやつがいるからねっていう、うん、それをやっぱ早めに少しずつこすり込んでいかないと。じゃあ急にやっぱ自分の娘とかにも、うん、俺の靴とかを急に かかせて、急にかかせて、どうだ世の中ってこんなもんだ。こんな風にな、突然お前臭いもんが来る時あんのだって。絶対に信じるな、誰のことを。いや、なんでそんなことしなきゃいけないんだろうなと思うよ。すごいよね、だからね、うん、うん、
いやでもね確かにちょっと過保護にしたら弱い、うん、弱い娘になって傷つくのはそうね、この子だって思うとちょっときつくした方がいいのかなと思う時あるよね。ちょっとはやっぱりあるんですよねその辺も、うん、あんまりこう大切に育てすぎてもっていう、まあ、それ大切に育てた方がいいんだけど、うん、どっかでやっぱこの悪っていうものがあるっていうことを言わないとねやっぱり、うん、バイキンマンぐらいじゃダメか。バイキンマンはやっぱりねいいやつだからなんだかんだなんだかんだ、ね、なんだかんだ情とかがあるから。そうなんだよな、情がないやつがやっぱいるわけだから世の中。そうなんだよな、うん、難しい問題だよほんとね、うん、じゃあ次行きましょう。はい、万年ダイエッターさん、はい、ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。あの事件に投稿します。はい、事件名はパンツ号泣事件です。お、15年ほど前、5歳の私は保育園に通っていました。うんうん、ある日最終学年の子たちは保育園に泊まる思い出イベントがありました。そのお泊まり会のため母は着替えなどをまとめたお泊まりセットを作ってくれました。うん、子育て中のお二人ならあるあるだと思いますが、園からは歯磨き粉に至るまで全ての持ち物に名前を書くようお達しがあり、うんうん、前日の夜母が真夜中まで名前書きをしていたのを覚えています。これあるんですよ、うんうん、そうだね、あらゆるものに名前書かなきゃいけない。うんうん、さてお泊まり会当日、みんなで貸し切りの銭湯に行った時事件は起こりました。ほう、テンション爆上がりでお風呂から上がり着替え袋を取り出した時、私はその中に入っていたパンツを見て愕然としました。うん、仮に私の名前が山田花子だとしましょう。うん、そのパンツの前面には山田、背面には花子というふうに私の名前が一文字15センチもあろうかという巨大な字で書かれていたんです。15センチ言い過ぎだろそれ。武骨なクロマジックの線はマイメロディーの可愛い柄を無情にも塗りつぶし私の名前を主張していました。あ、私は周りの友達に笑われる悔しさ、そして何よりも芽生え始めた乙女心を傷つけられ、うんうん、銭湯で号泣そしてそのパンツを拒否し大暴れをしてしまい、結局保育園にあった予備パンツをもらうことでなんとか泣き止みました。今では私がボロボロの下着を着て家でゴロゴロしているのを見るたび、母にあんなに高かった美意識はどこに行ったのかねえと言われています。まあ、当時には知る由もありませんでしたが、シングルマザーでキャリアウーマンとして活躍しながら一人で子育てをしていた母に名前テープを用意する時間などなくて当然でしょう。お泊まり翌日に可愛く描けなくてごめんねと謝ってきた母の表情を思い出すために、親の心こしらずという言葉を噛み締めています。なるほど、いい人ですね。すごいな、うん、ここまで気づくなんて、ね、素晴らしいですね。いや強く記憶力いいよく覚えてる ね保育園のね4歳5歳ぐらいかな多分ね。5歳って言ってたね、うん、5歳か、うん、いや、その号泣したことを覚えてるって結構すごくない、ね、その理由までちゃんと焼き付いてるわけですから、うん、やっぱ実際にこれあってもうすごい強く印象に残ったんでしょうねこれ、うんうん、自分が号泣した時って覚えてなくない？ああないかもな。なんか関係ないこと覚えてるけど、うん、なんか嫌だったこととかそういうのってほとんど覚えてないんだよな。ああそうかも、全然覚えてないかもね。すげえな、その泣き止んだことまで覚えてるの。いやくっきり、まあ覚えてる人は覚えてるんでしょうね。結構早くから記憶が定着してる人って割といるし。いやでもね、うん、確かにその前面と、いやこれはやっぱやりすぎ感はあります、ね、なんでさ、うん、両サイド行っちゃったのか ね後ろだけならよかったね、まだね。なんでそんな大きく書いちゃったのか名前ペンでねちっちゃくもうそ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 う、もうなんかあまりにも多いからなんかだんだん腹立ってきてそういうことってこう大きく書いちゃったのか。あ、そういうことなのかな。大きい方が分かりやすいかなってなんか思ったんでしょうね、きっとお母さんとしては。で娘もそんな自意識があるなんて分かんないから大丈夫だろうと思って、うんうん、確かに大人の理屈で多分書いたと思うんですよ。あ、なるほどな、うん、あ、じゃああれだな、お母さんは後で、うん、あ、この子もそういうこと思うようになったんだって、そう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 、ちゃんとそういう気持ちがもうあるんだっていうことをね、この事件多分知ったんでしょ。なるほど、うん、じゃあこれ両サイドから母も娘も覚えてる事件かもしれないですよね、うん、あ、ちょっともう一個だけ読んでいいですか、はい、短いんでお願いします。はい、これね短いながらもすごいいい事件だなと思ったんですけど、はいはい、
お名前が、うん、ハワイに連れてってれてーさん。読みづらい。大学1年生のクリスマスの事件です、うん、部活の女子4人で集まってパーティーをしていました、うんうんうん、みんなでチキンやケーキを食べて一盛り上がりした後、ふと一人の右ふくらはぎが異様に大きいのが気になり、うん、なんか足大きくないと触ってみると、うん、そこに何かが入っている感覚がありました。スキニージーンズの裾からその塊を引っ張り出してみると、うん、なんとそれはパイナップル柄のパンツでした。ほう、うん、あまりの衝撃にしばらくみんなで笑い転げたのを覚えています。何なんだどういうこと。あいい面白いわこれ。じゃあどう、それで太くなる。なんかズボンのふくらはぎに塊みたいなのがあったから、何これっつって引き出したらパイナップルのパンツが出てきた。何なんそれ。めちゃめちゃ面白い。いやいやいやそれは面白いじゃん。いやこんぐらいですからね。こんぐらいでいいの。結構皆さん長々と書いて送ってくれる方もいますけど、いやいやこんぐらいでいいの。こんぐらいでも全然いいですよ。こんなん事件って言わないいやでもこれめっちゃ面白いじゃん。やっぱなんでこんなこと起こったらやっぱその笑い転げるのがしょうがない。それはその場にいたら笑い転げるでしょう。いいっすねやっぱりね。こんなんでいいの、ある、うん、あの事件って。めちゃめちゃ面白いわ。いや、ありがとうございます。皆さんも思い当たるあの事件があったら送ってください。お願いします。はい。ですけどちょっとね、はい、うん、もう大変なことが起こりまして。お、何ですか。あの来週、うんうん、なんと、うん、アリッチャリスパーク初の、PR のお仕事が来ておりまして。何を PR するんですか。すごくないですかこれ。すごい。まさかついに来たか、うちらのまさかこんなのラジオにね。いやー、このラジオに PR なんて来るかねっていう。いやいやいや、今ぐいぐい伸びてるところですから。いやすごいですよね。なんでついに来たか。ちょっと来週はその PR に紐づいた企画を一個やろうと思ってますんで、皆さんも誰でも参加できる。お、そうなんだ。うん、なんで、で、あとあの参加するメリットもちゃんと用意されているという。マジで。なかなかいい企画ですんで、はいはい、ね、皆さんもぜひお楽しみに。応募できる方は応募してください。来週聞いたら来週聞いてね。あ、来週教えてくれるのね。来週何かが分かる。今は教えてくれない。今は教えられ、いや教えてもいいんだけど。なんで今教えられないの。まあ来週はその PR のお仕事が来たんで、その回をちょっと取ろうと思いますんで。よしよし。いや、お力がね入りますねこれは。そうだね、うん、初なんで。もう来週ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、アリッチャリスパークでした。ありがとうございました。さよなら。